はいどうも皆さんおはようございます。到着もはリベンデッドスレイヤーです。さあ本日なんですが、ベンデッドデック、ニューダークヒーローベンデッドデックご紹介していきたいというふうに思っています。さすがに強くなった、めちゃくちゃ、新規カードを中心に紹介していこうと思います。スカーベンデッドハイブコアレ、このモンスターはカードがこいつが墓地を送られた場合に発動できるっていう超緩い条件、どっから墓地を送られてもいいですよ。デッキからでも手札からでも墓地からでも、で墓地から墓地を送ってみようかなと。でデッキからベンデット魔法トラップカードを1枚手札に加える、はい強い、なんでも、ベンデットチャージとか、それから ラベナスベンデットとかボーンとかバーストとか何でも手札に加えられると、さすがに強い。でこのカードが墓地へ存在する状態でフィールドのモンスターリリースされたら墓地から蘇ってくると、アンデッドの状態して、これも強い。だから天大国、あ、ちなみに一応ベンデットしか出せないっていうね制約ついちゃうんですけど、こいつがいると、なんですけども、まあもちろんベンデットデッキであればベンデットしか出せないから、まあ関係ないと。で、このねスカーベンデットをね墓地を送る手段として、まあとても優秀なのが、まあ愚かな埋葬であり、ベンデットバースであり、まあ、ユニゾンビであると。でユニゾンビが、まあ名誉ベンデットとして入ってるんですけども、まあ、今回はもうほぼ純正のベンデットにしてますんで、あの動画スーラーとかアンデッドワールドの意味入ってません。なんでかっていうと両方をねあの両立するのはかなり難しいんですよね。正直なかなかやっぱあのリベンデッドスレイヤーとドーハスーラー両方とも並べるっていうのはちょっとやっぱなかなかに要求値が高いっていうのもありまして、まあ、今回はできる限りあのリベンデッドスレイヤーをメインにこいつにこの効果を付与して戦っていくっていう、まあ、そういう構築に、してきてますんで、まあ、そのギミックは入っておりません。はい。で、まあ新しいねモンスターを中心に説明していくと、これですね、ベンデットスカベンジャー、これは、お互いのメインフェーズに、自分のフィールドのアンデッドモンスターをリリースすると打点が上がるっていう効果。これでね、例えばリベンデットスレイヤーを実施召喚しておいて、でこいつを墓地を送って打点を上げながら、こいつのその墓地を送る場合の効果、実施召喚したこいつが墓地を送られると、ベンデットモンスターを墓地を送りながらベンデット実施魔法、ベンデット実施魔法っていうか実施魔法をサーチできるっていう効果があるんで、まあ、これをねあの使ってなんかサーチ入れたりができると。でさらに、このカードが墓地に存在していて自分のフィールドにリベンデッドスレイヤーがいる場合は、墓地から蘇ってくるっていう効果がありますんで、これ多分敵キャラだよね。これね敵キャラだと思うんだけど、多分だからあの何主人公がいるとブラーって出てくるんだろうね墓地から。だからそう解釈してるんだけど違ったらごめん。で、他にもですね新規カードこれです。これがねほんと強い。自分の手札デッキ墓地からベンデットスカベンジャー以外のベンデットモンスターを裏守備で特殊召喚して、その後、レベルの合計が必死召喚するモンスターのレベル以上になるように、特殊召喚したモンスターを含む自分フィールドのモンスターをリリースして手札墓地からベンデット実施を出せる。要するに素材をねデッキとか墓地とか手札から出してすぐに儀式できるという、素材をなんか展開する効果を持っている儀式魔法なんですよ。これ何がすごいかっていうと、ベンデットっていうのはフィールドの素材になった時に効果付与できるっていう課金モンスターが、まあ、2種類いて、レブラントっていうモンスターと、あ、2種類っていうか他にもいいんだけど、一応今回入ってるのは2種類で、レブラントと、それからヘルハウンドっていう、まあ、これは、特殊召喚したモンスターを除外するっていう効果を付与できる。で、これは、魔法トラップカードを除外できるっていう、除外できるっていう効果付与できる。これをですね、両方とも効果付与したスレイヤー、これが一応パーフェクトリベンデッドスレイヤーと呼んでるんですが、これがかなり出しやすくなります。かなり、はい、これ素晴らしいですね。これこのギミックは、これが来たことによって、しかもあのこれをねスカーベンデットでサーチとかもできますから、結構簡単になりました。はい、展開するのがかなり安定してリベンデッドスレイヤー、パーフェクトリベンデッドスレイヤー出せるんで、まあ見ていただいた方がね分かりやすいなと思うんで、続きやっていきましょう。はい、デュエルスタンバイ。さあ行くぜ、ダークヒーローの力見せてやるよって言って、ここに裏らって言われたら普通に止まります。これ人影知らないの買い物発動、よし危ないここにね、あの春だなとかエフェクトベーラーとか無限法要って言われたら余裕で止まるっていうね。はい、これが悲しいところですよね。まずはユニゾンビのモンスター効果を発動、デッキから、この儀式モンスターどっちからも儀式できるというね、このダークヒーローのテーマ特有の効果によってリベンデッドスレイヤーを墓地に送ることによって実質サーチができる儀式モンスターを、そしてベンデッドチャージを発動、ベンデッドチャージの効果により手札を1枚墓地に送り
ベンデットモンスターを特殊召喚。これちなみに儀式モンスターも儀式魔法も、両方ともないでしょ。両方ともないんですよ。両方ともないんですけど、この謎のカードの効果によってこれが超強い。スカーベンデット、このモンスターは墓地を送られた場合、デッキからベンデットマジックトラップカードを1枚を手札に加えるという最強の効果を持っている。デッキから墓地に送られても、手札から墓地を送られても、どっから墓地を送られても効果を発動するぜ。リベンデットバーストの効果を発動。リベンデットバーストの効果により、リベンデットスレイヤーを、自分のデッキからモンスターを素材にして特殊召喚できる。これもぶっ壊れ効果。ベンデットのみに許された、素材をデッキから墓地に送って儀式召喚できる最強効果、リベンデットスレイヤー、かっけー。相変わらずお前かっこいいの、アニメ化よ。そして、レベル6のリベンデットスレイヤーにレベル4のユニゾンビオチューニング、これが名誉ベンデットモンスターベンデッドバロです。リベンデットスレイヤーのモンスター効果、フィールドから儀式召喚したこのモンスターがフィールドから墓地を送られた場合、デッキからベンデットマジックカードを1枚手札に加えながら、デッキからベンデットを墓地に送る最強の効果。これにより、なんだっけこいつ、ストリゲスをと、墓地を送り、ストリゲスのモンスター効果、自分の手札に存在するラベラスベンデットを相手に見せつけることにより、自身を特殊召喚。ラベラスベンデットの効果発動、素材を手札、デッキ、墓地から特殊召喚し、そのモンスターを素材とし、フィールドのモンスターを儀式素材にし、儀式召喚を行う。ベンデットヘルハンドとベンデットレブラントを素材に儀式召喚、現れろリベンデットスライヤー、召喚ムービーをどうぞ。かっこよすぎ、ワロタかっこよすぎる、あまりにも。スカーベンデットの効果、ヒードのモンスターがリリースされた場合、墓地からアンデッド族を除外して自身を特殊召喚。ちなみにこいつが存在する場合、ベンデットモンスターしか出せないっていう縛りがつくぜ。そして、スカーペンデットとストリゲスでリンク召喚。現れろ、アドペンデットセイバー。ちなみにこのモンスターは、リベンデットスレイヤーとしても扱うため、今現在、リベンデットスレイヤーが2体いるぜ。墓地に存在するベンデットカードを回収し、俺はこれでターンを終了だ。十分でしょ。十分でしょ。スタートしろ。これがベンデットですわ。パーフェクトリベンデットスレイヤーの効果により、ヘルハウンドとレブラントの効果が付与されているため、相手のモンスター特殊化されたモンスターを除外し、魔法カードトラップカードを除外することができる最強の効果、ユニオン格納庫。やべえ、最強の書道来た。ユニオン格納庫、最強の書道来た。これはね、装備する効果を止めればいいので一回スルーします。なかなかやるじゃねえか、そいつは。なかなか水使い持ってんのー、水使いも持っとるんかーい。増殖する字打つしかないんじゃないかー。あ、水使いは早いか。ちょっとあれ違う、これアラビシアの木だわ。ごめん、ちょっと間違えた、最近勇者キミック全然使ってない、間違えた。アラビシアの木に遅延するべきだった。あ、通ったわ、一応通ったのはでかい、さすがに通ったのはでかい。あのデッキめっちゃ特殊化するもんな。はい、まあ、それいいでしょう、それはいいでしょう。じゃあ、普通に興奮して間違えましたが、ですね、旅路を止めればいいですね。旅路を除外してあげればいいんじゃないでしょうか。リベンデッドスレイヤーのフリーチェーンでのマジックトラップカードの除外が効いてくるぜ。永続魔法にはな。運命の旅路の効果、リベンデッドスレイヤーの効果を発動。相手のフィールドのマジックカードを1枚ゲームから除外していく。消え捨てろ、よし。まだバロネスの無効効果残ってるぜ。ドラゴバック、いや撃つしかない。ではリベンデッドスレイヤーのモンスター効果、特殊召喚されたモンスターをこのゲームから、この世界から排除していく。消え失せろ、勇者ギミックを完封していく男、リベンデッドスレイヤー。勇者ギミックでね、自分のそのフィールドのモンスター2枚も、うざいねそれ。ここで止まんなかったら俺殺すよ。フレールドバロネスのモンスター効果、相手が発動したマジックトラップモンスターの効果を無効にして破壊する。ドーン、よーし、神ゲー。ここからはもう何もありません。
ここから展開されたら普通に負けますよし、バトル何なんだ、ああサーチ入れたのか、なるほどなるほど、いいだろう、それは全然関係ないぜ。はい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 、バスタードレイクね、危ねえ。いや結構勇者ギミックってこっちのさ妨害2個くらい踏んでくるからきついよね普通に。うえーええー、おーおー神ドロー、神ドロー、マジでマジで神ドロー、名誉ベンデットモンスターベンデットハルウララの効果により相手のギャラクシーソルジャーの効果は無効化、これでインフィニティが出ることはない。神ゲーが起きている。リベンデッドスレイヤーのモンスター効果、リベンデッドスレイヤーはレブランドの効果により特殊化されたモンスターをゲームから除外する効果を持っている。危なかった、めちゃくちゃ危なかったぜ。そして儀式の下準備を発動、圧倒的展開力ってことは2枚あるから一応さすがに展開はさせてもらうぜ。リベンデッドボーンを手札に加えていく。ニビルとか入ってないやろ全力で展開するぞ俺は、俺は全力で展開する。サレンダーしてもいいぞ、間違えるかもしれないからな知らないの影物を召喚、知らないの影物のモンスター効果を発動、自身をリリースすることによりデッキから守備力がゼロのチューナーモンスターユニゾンビを特殊召喚。そしてスカーベンデッドの効果発動してよろしいか、いいな、スカーベンデッドの効果発動、フィールドモンスターがリリースされた場合アンデッド族を墓地から除外して自身を特殊召喚、こいつがいるとベンデッドモンスターしか出せなくなるぜ。ユニゾンビのモンスター効果、デッキから、アンデッド族モンスター1体を墓地送り自身のレベルを1個上げる。これはこれやな、スカーベンデッドを墓地送っていく。そしてラベラスベンデッドのモンスター効果を発動、自分の墓地で存在するベンデッドレブラントを特殊召喚し、フィールドのモンスターをスライドし儀式召喚を行う。あらあら、これが新規モンスターだよ、これが新規ベンデッドスカベンジャー、はっけー、召喚ムービーが欲しかったところだな。そしてスカーベンデッドは墓地を送られた場合儀式魔法を、まあ、儀式魔法というか、まあ、魔法カードを1枚手札に加えることができる。これによってリベンデッドバーストを手札に加えていく。さらにヘルハウンドのモンスター効果を発動、ヘルハウンドのモンスター効果によりリベンデッドスレイヤーを墓地を送り自身を特殊召喚。そしてリベンデッドボーンを発動、自分の墓地に存在する儀式モンスターをフィールドまたは墓地のモンスターをスライドし儀式、やばい30分しかない儀式テーマで時間足んなくなるのこれで聞きたいだろう。あらあら、リベンデッドスライヤーかっけー、見てこのすごくないこの展開力、ちょ見てほしいわ本当にマジで、ちょ見てる見てすごくないっすかアルティメットリベンデッドスレイヤー、今ちなみにフィールド上にはリベンデッドスレイヤーが4体いますアドベンデッドスレイヤーもリベンデッドスレイヤーだからな。うおーいけーつえー対戦ありがとうございました。いや展開見てくれてありがとうな。とりあえずベンデッドアニメ化はよ、出た留意層だ緑一色留意層きた。さあ儀式の下準備を発動、ちなみにこれが通んないとかなりきついで、通るぜ、これはボーンだな。とりあえずリベンネットスレイヤーを手札に加えていくスタイル、まあ、こいつがいないとですね、あれできないんで、儀式がそもそも儀式音さえなかったらさすがにね儀式ができないという話はありますので、ね、さあリベンデッドスレイヤーを墓地送って、特殊召喚させていただくのは、まあ、これはさすがにストリーですかな。もう一回遊べるドンできるしね、
さあリベンデッドスレイヤーをリベンデッドバーストの効果により特殊召喚するぜ。そしてこの効果により儀式素材をスカーベンデッドを送ることができる。これによってまたアドバンテージを稼ぐことができるぜ。さあリベンデッドスレイヤーを儀式召喚。そしてリベンデッドスレイヤーの特殊召喚に使ったスカーベンデッドはどっからでも墓地を食らった場合儀式魔法を、まあ儀式魔法というか、ベンデッド魔法をサーチできるという最強の効果。よし。そしてこれサッカー部出すか。リベンデッドスレイヤーとストリゲスによりサッカー部を特殊召喚。そして自分の墓地に存在するリベンデッドスレイヤーとストリゲスの効果が発動するぜ。これによって裏側ケアしていく。まああったら打ってるけど、さすがにさすがに下準備はには打ってると思うから、多分あったら打ってるからないと思うけど。さあストリゲスの効果により自身を墓地から特殊召喚しながらリベンデッドスレイヤーの効果により、これは結構何でもいいな。ラベラスベンデットってことに加えながら墓地に送るカード、もちろんヘルハンドを送らせてもらうぜ。そしてサッカー部の効果によりワンドロー強え。ワンドローなかなか強え。でベンデットヘルハンドのモンスター効果。ベンデットヘルハンドは自分の手札のベンデットカードを1枚墓地に叩き送ることによって特殊召喚できる。フーリッ。さらに手札よりマジックカードラベラスベンデットを発動。自分のデッキから素材を特殊召喚し自分の墓地から儀式する。強すぎこの効果強すぎ。リベンデッドスレイヤーの、を墓地から特殊召喚。召喚ムービーをどうぞ。かっけー、くそかっけー。マジでこのモンスターの召喚ムービー世界一好きまである。そしてレブラントを墓地から除外してスカーベンデットを特殊召喚。よしいいぞ。そしてベンデットモンスター2体でアドベンデットセイバーをリンク召喚し、いいね。リンク先これ一応埋めない方がいいか。これアドベンデットセイバー、さらにアドベンデットセイバーの効果を発動。アドベンデットセイバーの効果により自分の墓地のベンデットチャージを手札に回収。よし神来た。まあ、今日のところはこんぐらいで勘弁しようやるわまあちょっと中南にアクセスだけどね、バロネスが立たないんですけどね。まあ十分でしょう。パーフェクトリベンデッドスレイヤーさんとアドベンデッドセイバーさんがいるんで、まあアドベンデッドセイバーさん、まあ、過去リベンデッドスレイヤーさんは、なんか戦闘する場合ね、アンデッド族を墓地を送るとなんか相手だって下げるということを思ってますんで、戦闘には結構強かったりします。セット、あ出た新規カードじゃん出た最強新規来た。通ります。わかんねえなし。抹殺、はい、リンゲージ、これあれですよね、あの戦闘機出してくる的なやつの効果ですよね。まあ、それはいいですわ。はいはい、それはいいですわ。で抹殺の指名者の効果により増殖する G がゲームから除外され、無効化されることにより何らかの戦闘機モンスターがエクストラデッキからポンと出てくる。リンゲージという謎カード強いな。これ何出てくるんだ。あ、それ送れんのか、これ強えそれ強えな。やべ、ちょっとこれ増殖する G の打つタイミング完全に間違えたか。でもこれさすがにあれだろ、弱いだろあの癖カード。墓地送ろうとしてたんだから。バトルフェーズいいだろ。ハイアーティーリベンデッドスライヤー。てか今思ったけどさ、あれさ、あれさ、もしかしてさ、リベンデッドスレイヤーでさ、あー、ウィドワンクあんのかーいあんま関係なかった、じゃあ。いや、今、クセカード、なんか、普通にリベンデッドスレイヤーで除外したら、なんか、効果発動できるのかなっていう。これは、ウィドワンカーじゃね？これ、ウィドワンカー、これ、どうでもいいから、あのクセカード、多分。ってことは、これ、ウィドワンカーを除外してあげれば、これもう回収できないから、ウィドワンカーを。これ、結構、神ゲーが起きるのではって話あるね。はい、で無効にはなってしまった。で、ハヤテの効果で何らかのカードは送られてしまうが、まあ、これはもうしょうがない。よろしい。まあ、そこは許容範囲内だ。想定の範囲内。そして、リンケージで出てきたやつを使ってかかり出すと。いやー、この動き確かに強いな。しかもなんか、ロイヤル加工とかいう最強のレアリティを見せつけてきてやがる。
うぜ。くそー強い。まあ、でも魔法カード3枚墓地にないからまだ耐えてるな。まだ耐えてる。 We do anchor. Oh OK。 かがりでかがりは出せないもんね。さすがに。で、かがりで雫ね。 OK いいだろ。一旦に一度しか得しか見えないんだよね。 OKOKOK いいだろ、いいだろ。キメ。キモ。ゲボキモカード発動してんじゃねえぞ。ゲボキモカード発動してんじゃん、これ。ふざけんな、こいつ。マジで許さねえ。まあでも、このモンスターは全部いけるから、殴ってから展開すれば全然いいもんな、これ。ウィドウアンカーだけだもんな、あれ。持ってんの。ゲボキモ。ゲボキモじゃん、これ。一旦ちょっとさ、その伏せカードさ、除外したいんだけど、なんかある？って言って、まあ、ウィドウアンカーが開かれるんだよね。はいはい。で、これウィドウアンカーを使わせることができたので、まあ、とりあえず一旦これでレブラントの効果を付与してるから、これ除外してあげればもう何も起きないと。はい、来た来たぞ、これ。オッケー。カイザーコロシアムはモンスターがいなければ、発動できる。あ、パクられるのか。ちょ、めんどくせ、めんどくせえ、これ。クソめんどくせえじゃん、マジか。うおー、風をつかめ！アクセス！フォードトーカー！急にストームアクセス。そしてアクセスクロトーカーのモンスター効果。打点を上げるぜ。ちょ、マジでめんどくさいわ。あの、なんかカイザーコロシアムとかいうクソカードどうにかして。これなんかモンスターか魔法かどっちか破壊すればいいんだよな。モンスターの方がいいか。これ俺、これ、相手のフィールドから墓地置かれてもこれ効果発動できるよな、これ。はい、OK。で、リベンデッドスレイヤーの効果発動。であの伏せカード結構多分ね、割と弱いんですよ。最初にセットして墓地を送ろうとしたんで、でもあれあんま強くないから、もうここ気にせずに展開していいと思うんですよね、僕は。ということで、まずはリベンデッドエクゼクターを墓地から特殊召喚させてもらうぜ。自分の墓地に存在するリベンデッドエクゼクターをデッキからベンデッドスカベンジャーを送り特殊召喚。強え、かっこよくない？これフリーン、これかっこいいよな。そしてこれでもうあのエグゼクター以外の、カードが対象に取られることはなくなったぜ。あんまり関係ない気がするけど。で、ハルウララを墓地送って、ハルウララを墓地送る暴挙、自分のデッキからベンデット スカーベンデットというかスカーベンデット特殊召喚。頑張って全部並べるぞ、俺は。にびる、皆さんはにびるケアしてくださいね。皆さんはにびるケアは絶対にしてくださいね。はい。皆さんは。ま、俺はしねえけどな。俺は、ベンデットすべて並べることに生きがいを感じている。うおー、ピエドラモンスターを儀式場にして、儀式召喚。あらあら、リベンデット、リベンデットじゃねえや、ベンデット、スカベンジャー、うほい。そしてスカーベンデッドのモンスター効果を発動。そしてさらにスカーベンデッドの墓地から特殊召喚する効果も発動。自分の墓地のアンデッド族をゲームから除外し、自身を特殊召喚。スカーベンデッドが蘇ってきすぎ。これ並ぶんじゃねえから、これ多分いける気がすんな。多分いける。リベンデッドファース持ってきて、いける。そしてベンデットボーンあんでしょ。これでこうだよね。やばい、残り30秒しかない。いやでもこれ全部並ぶはずだ。いける。自分のフィールドのベンデットスカベンジャーを墓地を送り、リベンデットスレイヤーを特殊召喚。さらに自分の墓地のベンデットスカベンジャーはリベンデットスレイヤーがフィールドに存在する場合、墓地から特殊召喚できる。再びやられろ、ベンデットスカベンジャー。全部並んだ。いやー、おらーつー、ベンデット最強対戦ありがとうございました。しめ、史上命題達成した。
あー何もないよー。でも、ね、儀式テーマなんでサーチ妨害と、あとそれからうわーレムスとかいう最強書道を引いてるやばいこと起きそうっていうの警告。はい、ドラグネース久しぶりだったな、めちゃくちゃ久しぶりだったわ。竜の警告でレベルアップ、何これ何がレベルアップ、すごいカード入ってるね、レガティスね。はいはい、これ圧倒的ドラゴンリンクムーブされそうなんで、まあでも大体世界終わりそうですけど、まあ一応見ますか。レベル6のドラゴン族モンスターが2体来るぞユーマ、あ本当に来た、やばい、寿司三昧だ、寿司三昧寿司三昧ホルスの黒炎竜レベル6、え、ガチでやばいこと起こそうとしませんこの人、ちょっとなんか不穏な空気を感じますよ、なんか絶対に絶対にルーを殺したいマンみたいなラグニティナイトアラドッファルモンスターが向こうね、やばダメだそんな音をしわけ、うわー What?終わりでーす、終わりました絶対ルーン殺すデッキやめろ、絶対ルーン殺すデッキマジで刺さるからやめろマジで、こっちのデッキにありえないレベルで刺さるんだって、ちょきついわこれマジで、え、これ魔法カード使えないとかいう最強の制圧効果、これ儀式デッキどうしたらいいですか、イベンデットバースを発動、あ、はいあ、はい、すいませんでした、すいませんでしたお勘弁してくださいよ、勘弁してくださいよ、盤面強えなおーちゃん、なんだその最強デッキ